はい、皆さんこんにちは。今日の病気の学校は、がん検診、がんのリスク因子その2ということで、アルコールについてやっていきたいと思います。ここでね、書いた通り、アルコールっていうと肝臓を悪くするっていう風なイメージ持たれてる方多いと思うんですけど、がんっていうことに関して言うと、肝臓がんよりむしろ乳がんとか食道がん、そういったところが最近結構注目されていますんでね、この辺についてお話ししていきたいと思います。それでは行ってみましょう。アルコールが、どんながんのリスクになるのかっていう話なんですけど、一応、最初に整理しておきますと、アルコールそのものが、がんを発生させるわけではなくて、アルコールが分解されて発生するアセトアルデヒドっていう物質が発がん性であるというふうに言われてるんですね。なので、アルコールって口から飲むんでね、なんで口の中から咽頭、喉頭を通って、食道に入ってくると。このあたりは特にですね、アルコールが入ってきて、そこですぐ分解されて、アセタルデヒドになって、この辺がやられやすいということで、この、咽頭がん、喉頭がん、食道がんのリスクっていうのはかなり高いくなるというふうに言われてます。それから、肝臓で代謝されるんで、肝臓が傷んできて、肝硬変になってきたりすると、がんができやすいというのもあります。それから、大腸にまでアセタルデヒドが流れてきたり、膀胱から出ていく、おしっことして出ていくときに膀胱に溜まってたりもするんでね、大腸がんとか膀胱がんのリスクにもなると。それから、膵臓がんとか子宮頸がんのとの関連も、言われているのと、最近では特に注目されているのが、この乳がんとの関連ですね。で、日本人の、研究、コホート研究っていうのがあるんですけど、それで、明らかに乳がんのリスクだっていうことが分かってしまったんですね。なので、特に今、日本人の、乳がんのリスクとしても注目されているという状況です。で、有名なのはやっぱり食道がんなんですよね。で、食道がんってほら、なんか芸能人とかが結構なるイメージってあると思うんですけど、お酒とかタバコとかすごくやる人が多いんじゃないかなって思いますね。なので、そういった職業とかは結構ありますよね。なので、とにかくお酒飲む人は食道がん多いですよということです。で、アルコールにこう直接暴露されるようなね、口の中、食道ね、このあたりが、リスクになるっていうことで、で、このあたりってやっぱりタバコも同時に影響するんですよね。なので、タバコとの相乗効果みたいなのもあって、それでね、結構ね、タバコとお酒両方やってる人っていうのは、それぞれ個別にやってる人よりも、もう何倍もリスクが高くなっちゃうっていうことのようなんですね。ですから、気をつけましょうということになります。で、アルコールと食道がんの関連について、もう少し詳しく説明しておきたいんですけど、アルコールはさっき言ったように、分解されてアセトアルデヒドになって、最終的に酢酸ね、酢酸ってお酢のことですけど、これになって、体に出てから出ていくということになりますけど、アルコールがアセトアルデヒドになるのを、アルコール脱水素酵素っていう、酵素でね、この酵素の働きで、アルコールがアセトアルデヒドになると。そして、アセトアルデヒド脱水素酵素の働きで酢酸になるわけですね。アルコールっていうのが、ほろ酔いの原因になり、アセトアルデヒドが、顔が赤くなったり、動悸がしたり、頭痛、吐き気の原因になったりする、二日酔いの原因にもなるわけですけど、こういった、アセトアルデヒドっていうのが悪さする物質なんだよっていうことなんですね。で、このアセトアルデヒドが食道がんのリスクになるわけですけど、アセトアルデヒドが溜まりやすい人っていうのは、顔が赤くなりやすい人なんですよね。だからお酒飲んで顔が真っ赤になる人のことを、フラッシングっていう、フラッシャーとかね、フラッシングとかって言うんですけど、顔が赤くなる人は、要注意だっていうことになります。酢酸に関してはほぼ無害なんで、ここはあんまり気にしなくていいと思いますけど、アセトアルデヒドとアルコール脱水素酵素の、この酵素の働きによって、どの物質が体に溜まりやすいかっていうことを考える必要があるんですね。例えば、アルコール脱水素酵素があんまり働かない人っているんですよ。で、あんまり働かないとアルコールが体に溜まっちゃうわけですよね。そういう人は、結構酔っ払いやすい。ということになりますし、アルコール脱水素酵素がすごいよく働く人っていうのは、アルコールを飲んでも飲んでもどんどん分解されちゃうんで、酔っ払いにくいってことになるんですよね。なので、この酵素がその人のお酒の酔っ払いやすさを決めてるわけです。それから、アセトアルデヒドの酵素も、活性型っていうのと非活性型っていうのがあって、で、アセトアルデヒドが全然働かない人っていうのが 4% ぐらいいらっしゃるみたいなんですよね。アセトアルデヒド脱水素酵素が働かないってことは、ちょっとでもお酒飲むと体に毒物であるアセトアルデヒドが溜まっちゃうわけで、そうするともう気持ち悪くなっちゃったり、頭痛くなっちゃったりして、とてもじゃないけど、お酒飲めないってことになっちゃうんですよね。
なので、アセトアルデヒド脱水素酵素が全く働かない人っていうのはお酒が飲めない人ということになるんで、まあこういう人はむしろお酒全然飲めないんでね。なんであんまりリスクにならないんですよ。まあこういう人が日本人の中では 4% ぐらいいらっしゃるっていうことですね。一番良くないのはこの低活性型で、なんですよね。で、ある程度はお酒飲めるんだけど、でも体の中にアセトアルデヒドが溜まりやすい人っていうことになるんですね。活性型の人はアセトアルデヒドできてもどんどん分解されちゃうんで、お酒いくら飲んでもそんなにアセトアルデヒドが体に溜まらないんでね。なのでそれほどリスクにならないんですけど、怖いのはこのアセトアルデヒド脱水素酵素の低活性型の人だっていうこと。この群に入ってくる人が食道がんのリスクになりますよっていうことになります。で、その見分け方としては、さっき言ったように、お酒飲んで赤くなる人。それから、二日酔いになりやすい人ね。こういう人は要注意です。で、このアルコールの遺伝子をそのものを調べるっていう、まあ、キットが市販されてますので、そういうので自分の遺伝子一回調べてみてもいいかもしれません。アルコール脱水素酵素とアセトアルデヒド脱水素酵素のこの遺伝子型を調べることができるんですね。で、これ僕実は自分でもやったことあるんですけど、まあ、すごい簡単です。口の中を、まあ、綿棒みたいなので、コスコスってこすって、で、ほっぺたのね、そういう内側の細胞を、まあ、採取して、それをね、検査会社に送るだけなんですよ。で、そうすると2、3週間ぐらいで結果が返ってきます。値段はね、まあ、6000円前後ぐらいだったと思いますね。で、これはその株式会社ハーセリーズっていうところが出してて、まあ、何社か出してると思うんですけど、まあ、そこが出してる、まあ、ホームページから取ってきた図なんですけどね。まあ、こんな形で、なんかカードみたいのを配ってくれるんですよ。で、あなたはアセトアルデヒド脱水素酵素が低活性で、アルコール脱水素酵素がまあ低活性なので、まあ、この辺健康リスクがかなり高いですよとかね。まあ、健康リスクが低いですよとか、まあ、ついつい大酒。まあ、酵素が活性化してるとリスクは低いけど、ついつい飲みすぎちゃって、結局リスクが高くなるってこともあるんですよね。あと、全然飲めないタイプですよとかね。まあ、こんな形で、まあ、その結果を教えてくれるっていうことになりますので、まあ、もしね、興味があればやってみたらいいと思いますけど、ただまあ、大体ね、その顔が赤くなるかなんないかということで、ある程度判断できますね。で、どれぐらいじゃあお酒が危険なのかっていう話なんですけど、アルセトアルデヒド脱水素酵素2型が低活性の方がね、一番リスクが高い場合、これ毎日1合をもし飲酒を飲んだ場合、そうするとね、約7倍。で、1日2合飲んだらもう60倍ぐらいの、まあ、どんぐらいのリスクなんだろうって思うんですけど、の食道がんリスクになるというふうに言われています。なので、顔が赤くなっちゃうような人がね、周りの雰囲気とかに合わせて、まあ、無理して飲み続けるみたいなのが一番危険なんでね。なので、そういう人は絶対にそういうのを無理して飲むのはやめた方がいいですよ。っていうことね。で、お酒弱いんだけど、ついついこう雰囲気でね、飲み会だと飲んじゃうみたいな人いますよね。そういう人もね、まあ要注意なんでね、なるべくやめましょうということになります。アルコールは食道がんだけじゃなくて、乳がんとか大腸がんのリスクになるっていうのも最近結構注目されてるんですね。やっぱり飲む量が、これタバコと一緒なんですけど、飲む量が増えるほどがんのリスクは高くなると。で、これ最近日本人のこの JPHC ってね、最初のあのがん検診の時にも紹介しましたけど、まあ、この研究が結構成果をどんどん出していて、まあ、いろんなことが分かってきてるんですね。で、日本人の場合、毎日日本酒1合ね、まあ、飲んだ場合、乳がんのリスクが 1.7 倍、大腸がんのリスクが 1.4 倍ほどありましたってことなんですね。で、1合、日本酒1合っていうのはエタノール換算で 23g ぐらいというふうに言われています。これ、まあ、アルコールってこう、世界共通の、まあ、換算式があって、アルコール1単位で 20g っていうふうに言われてるんで、まあ、ちょっと、日本酒の方が少し、まあ、度数の問題とかもあるんですけど、少し多いんですけど、大体この、まあ、日本酒1合っていうのは一つの目安だっていうことなんですね。まあ、換算比はこんな感じになってて、まあ、焼酎とかウイスキーもね、それぞれ度数がいろいろ違いますから、これ、まあ、あくまでも目安に過ぎないんですけど、まあ、ビールで、まあ、20g のアルコールを取ろうとしたら、まあ、中瓶1本、まあ、500cc の缶ビール飲んだら、まあ、それで1単位っていう計算になります。日本酒1合とそれが大体同じぐらいだということですね。ワインだと、まあ、4分の1本ぐらいを飲むということ。180cc とかね。まあ、缶チューハイ1本、まあ、ロング缶ですよね。と同じぐらいとかね。まあ、こんな風なだんだん換算式があるんで、まあ、僕は、まあ、まあ、日本酒飲まないよって、ワインばっかり飲むんだよっていう人は、まあ、これをぜひ参考にして、自分の量ね、どれぐらい自分が1週間にアルコール取ってるのかなっていうのをちょっと考えてみ
みていただくといいかなと思います。まあ、少し飲酒するのはむしろ健康にいいんでしょっていうふうに、まあ、おっしゃる方ね、未だに結構いらっしゃるんですけど、まあ、これね、実は嘘だったんですよと。で、実は嘘だった、百薬の長って言ってね。まあ、この辺はね、まあ、いろいろと、まあ、ちょっとなんでしょうね、忖度があると思うんですけど、まあ、百薬の長ってね、誰が言い出したのか僕もよく知りませんけど、まあ、今はね、ほぼこの説は否定されてますよっていうことなんですね。で、これ、こういうことってなかなかテレビとか、まあ、新聞では言えないんですね。なぜならスポンサーがいるからですね。もうお酒の CM とかってすごいいっぱいやってるじゃないですか。で、まあ普通にテレビ見てると、まあいろんな番組にやっぱりスポンサーとして、あのサントリーとかね、朝日とかそういうお酒のメーカーっていうのが入ってきますよね。なので、あのテレビ番組とかでこういうお酒の害とかを、まあ真面目に話することが、まあ、できないんですね。NHK とか見ててもあんまりやってないレベルですよね。なので、まあ業界の人としては、もうお酒はね、少しぐらい飲んだ方がいいんですよっていう、まあ感じです。行きたいところなんだけど、まあ実際にはその説はですね、すでにもう3年ぐらい前に、まあほぼ否定されてるんで、この辺ちょっとご紹介したいと思います。まあこういう情報はね、発信できるっていうのが YouTube の強みだと思ってますんで、まあぜひ切り込んでいきたいと思いますけど、まあ決め手になったのはね、この2018年3年前に出た、あの論文なんですよね。でもざっくり、もう本当にかいつまんで説明しますけど、まあ、ランセットっていうね、まあ、すごく有名な、これも権威のある雑誌にドーンと出たんでね、それでもう一気に流れがこう変わったっていうのはありますね。もうこれすごい論文で、もう192の国と地域から600本ぐらいの論文とかデータベースを全部取り寄せて、で、それをこう全部まとめ直して、まあ、統合解析っていうんですけどね、まあ、そういう、まあ、すでに、まあ、こう出てるデータとか論文とかをもうひたすら集めてきて、で、それで解析したっていうね、論文なんですよ。で、中身はもうかなり複雑で、まあ、ここで詳しく説明してる、まあ、時間は全くないので、まあ、この、また、PMID っていうのね、Google で入れると、この論文タダで読めますので、まあ、興味があればぜひ読んでみてくださいっていうことなんですけど、この横軸がね、かける10した、エタノール量ですね。だから1だとエタノール量を1日 10g 飲んでるってね。さっき日本酒1号が 23g ですよって言ったんだけど、だからだいたいこの2のところ、ぐらいにいる、のところが日本酒1号っていう量になるわけですけど、まあ要するに横軸が、毎日1日に飲むお酒の量ですね。そして縦軸がこう死亡リスクなんです。まあこれはこの論文は癌についてだけじゃなくて、お酒に関するいろいろな、まあ肝臓病とか他の病気も含めた、死亡リスクについて報告してるんですけど、少しぐらい飲んだ方が体にいいんでしょっていう説を取るとしたら、ここでリスクが一回下がらないとおかしいですね。で、ちょっと飲むとリスクが下がって、いっぱい飲むとリスクが高くなるってね、こういう、ね、一つくぼみができるっていうことが昔から言われてたんですけど、で、そういう実際にくぼみが出てますっていう論文も昔はあったんですけど、ただここまで大規模に調査したことないんで、まあ、ここまできっちり調べると、実は、リスクはちょっとでも飲むとだんだん上がっていって、少しぐらい飲んでもいいんでしょっていう理屈は通らないってことが分かっちゃったんですよね。これはね、日本から2008年に出てる論文も同じようなことが実は言われてるんですけど、これはね、まあ、数はだいぶ少ないんですけどね、8個の研究をまとめて集めて解析しましたと。で、これは少しでもやっぱり大腸がんを飲むと、日本人の場合リスクが上がってきますよっていう話なんです。昔からお酒に関する害って日本人と西洋人で、まあ、ちょっとリスクに差があるんじゃないかってことは昔から言われてたんですけど、まあ、この論文も、まあ、海外の、例えばこの点線ですね。この点線は西洋人なんですよ。で、この点線の西洋人の場合は、少しお酒を飲むと、むしろハザードレーションってこれリスクなんですけど、リスクが下がって、飲みすぎると上がるみたいな、まあそういうグラフに確かになってるんですけど、日本人の場合は少しでも飲むと、大腸がんのリスクがどんどん上がってっちゃうっていう結果だったんですよね。なので、まあ人種によってそういったアセトアルデヒドの脱水素酵素の分布とかもだいぶ違うんでね、まあそういうことが影響してるかもしれませんけど、まあ日本人に関して言うとですね、まあ大腸がんのリスクということに関しても、少しでもお酒を飲むと、そして量が増えるほど大腸がんのリスクが高くなるっていう結果だったんですよね。まあということで、日本での推奨は理想的な、まあアルコール消費量は本当はね、ゼロなんですよ。本当は飲まない方がいいですよって推奨するべきなんだけど、一応日本ではね、まだね、そこまで強い推奨を出してないんですよね。まあ、禁酒すべしとまでは言われてないんですね。まあ、禁酒しましょうってね、例えばまあ、厚労省とか、がんセンターとかが大々的に言い出しちゃうと、
社会に与える影響がかなり大きいですよね。まあ飲食業界とかにも大打撃を与える可能性がありますからね。まあそういうことの忖度もあるのかなというふうには思いますけど、一応日本では1日 23g 以下にすべきとかね、まあ 20g 以下にすべき、つまり、まあ、1日日本酒1合ぐらいはいいですよみたいな感じに、まあ、一応言ってるんですよね。でも、まあ、本当は、まあ、論文とかのデータを見るとね、おそらく全く飲まないのが一番いいはずなんですよ。なので、まあ、この、まあ、知識としては知っておく必要はあるかなと。で、その上で、まあ、リスクを許容して、まあ、少しぐらい飲むかっていう形でやっていく、お付き合いとして飲むとかね、まあ、そういうことでやっていくってことになるのかなというふうに思いますけど、まあ、結構やっぱり国際的にはお酒に対する目線っていうのは結構厳しくなってきて、まあ、やっぱりお酒の業界とかは今後結構厳しくなってくるとは思いますね。で、国際的にはですね、まあ、さっきのランセットの論文の影響もあって、もう1週間で 100g 以下ぐらいにしようとかってね、いうことを、まあ、掲げてる、まあ、研究組織とかもあるんですよね。なので、まあ、1週間で 100g っていうと、まあ、かなり少、まあ、毎日飲まなきゃいいんですけどね。毎日飲まないで、週に1回少し、まあ、飲み会に行くぐらいの感じだったら、これはクリアできると思うんでね。まあ、それぐらいになっていくんじゃないかなということをですね。だから、まあ、ちょっと、まあ、アルコール業界の、まあ、っていうのは、まあ、正直先行き暗いんじゃないかなっていうのが世の中の流れになっています。まあいろいろね、忖度もあるんじゃないかっていうことで、まあまだすぐにはね、完全に禁酒っていうふうにはならないと思うんですけど、まあ世の中の流れとしてこういうことがあるというのは知っておいてもいいかなと思います。ということで本日のまとめです。アルコールが分解されたアセトアルデヒドが癌のリスクになります。口腔内とか、咽頭口頭、そして食道癌、これが一番のリスクになります。特に顔が赤くなる人、これは要注意ですよと。で、その他最近では乳癌とか大腸癌、それから膀胱癌、肝臓癌など多くの癌のリスクになることが分かってきました。で、飲めば飲むほどリスクが高まるということになります。理想は飲まないことなんですけど、なかなか難しいんで、できる限り減らしていきましょうねということになります。ということで、ここまでご清聴どうもありがとうございました。このチャンネルがいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。質問などがあればぜひコメント欄に寄せてください。ということで、次回の予告ですけど、癌のリスクとしての体重管理ですね、まあ、太りすぎは良くないとか、あと運動はあまりしないのが良くないとかね、言われてますけど、このあたりについて次回説明していきたいと思います。それではまたお会いしましょう。